とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、釣竿を使ってタワーをクリアしていきたいと思います。今シーズンね、最初の、ボスが、やば。めんどくさいんよ。ものすごく。で、やったところ、やっぱり、釣り竿が楽です。はい。まあまあ全体的に、最初から最後まで釣り竿がいい感じになりますので、連射コントローラーを持ってる人は、ぜひ、釣り竿で、やっていってください。本当にね、楽。釣り竿が。特に最初の、邪悪なレイスか。あいつ全然苦戦しなくなるので、まあまあ、全然ね、ビーストバーストでも苦戦はしないんですよ。全く。でも、それ以上に、楽になります。道中も。なので、連射コンを持ってる人は、ぜひともね、やってみてください。OK。お、ちょっと待って。今回ちょっと凍結食らいすぎだな。でね、やっぱりね、30回ありますので、周回には向いてません。うん、周回には全然向いてないので、まあ、何回かクリアできればいいんじゃないでしょうか。OK! よっしゃ。あぶねえ。ここはね、レイスがいるんで、できるだけ食らいたくないよね、雲の攻撃は。よし、はい、3回クリア。次行きましょう。何もいりません。で、息を出てくるんだよね。いた。ミスった。まあいいか、全然余裕です。これぐらい食らったとしてもポーションまだあるし、全然 OK です。よし。でも今回のね、報酬、何回ぐらいいったかな、5回ぐらいクリアしましたけども、一個もいいの出ない。うん、今シーズンの報酬は渋いね。まあまあ結構渋いこと多いんですけども、今回のは結構特に渋い気がします。よし、 OK。 せめてね、なんかユニークのね、装備が出てきてほしいんですけど、ユニークすら出ないこともある。はい、まだ何もいりません。意外とね、10回ぐらいまでは初期装備でいけますからね。まあ、ボスはきついけども、まあ、全然初期装備でいけますよ。OK。まあ、今回のは、よし。霊気が入ってるからっていうのもあるか。よし、霊気はだいぶね、火ダメ軽減につながるんで、使いやすい。しゃ、おお、いい場所。変なとこに挟まったな。おお、いい感じ。矢が出てきてくれましたね。よし。さすがにもう火力はないね。さすがに火力はない。でも、まだ初期装備のままで OK。でもここはね、何かしらのアーティファクトを持っておかないと辛いですね。ここは辛い。なんで、カバンを持っていってます。で、極力離れたところから攻撃を入れるようにしてるかな。 OK。 パンを食べたとしてもそこまでか。あ、いかん。全然良くない。全然良くなかった。
よし。うん、やっぱ初期装備だと6回若干きついですね。アーティファクトがないとちょっと厳しい。うん、まあ、今回は雷がうまいこと出てきてくれたので良かったです。でここでフロストサイズですね。フロストサイズを使ってブン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 していけばボスは楽勝、そして道中も楽勝になります。はい、まあまあ攻略とかね、初見でもタワーやっておりますので、とりあえずボスまで倒したいと思います。弱なレースね。でその後に報酬を見てみましょう。今シーズンは本当にねいいのが出ないから、いやさすがに今回は出てきてくれるかだといいですけどね。でここで釣り竿ですね。で連射機能をオン、ちゃんと入れておきましょう。強打ですね、重要なのは強打。強打によってちょっと待って、危ねあんま発動せんかったな。釣り竿だとねもう全然ここら辺でガチ殴りで倒していけるんで楽。まあまあ全体的にこういう感じで楽に倒せるようになるんでいいですよね。 OK。 で耐久力はねもう全然ないんですよ、ないんだけども、ここでバトルローブを取ってしまえば大丈夫です。バトルローブ耐久力はないんですけども、まあ十分ですね。 OK。 流れ込む魂は1のまんまで OK。行きましょう。で何がいいかって、このバトルローブエンチャントが意外といいんですよ。うん、ポーションバリアがついてる、すごく使います。はい、んでカバンで霊気が出てきてくれればダメ大当たりなんですけど、霊気じゃなかった、霊気が出れば本当にね最初から3分の1ぐらい削れるんですけど、まあ、こういう時に限って一番当たりの雷しか出ない。よし、 OK。 で弱点露出したね。はい、おしまい。はい、こんな感じでやっぱり釣り竿があると、ボスにめちゃくちゃ有利になりますね。はい、では30回まで行って報酬を見てみましょう。今回は頼むよー感じですね。無謀を入れてます。で衝撃波旋風虚無の名もなき刃ですね、これで一瞬で終わらせます。頼むよ、1回ぐらい何かいい装備が来てくれればいいんですけども、どうでしょうかね。頼む。おおおお、来た、英雄来た。まあまあ延茶次第ですよ。バブルは、あー22だから怪しいな。いやこれは毒フォーカス当たりだ、当たった当たった当たった。なんかね英雄勇者ってね毒フォーカス入りやすいんだよな。ダメでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。